次の公演は会いたかった公演をやるんですけれども、みんなは会ってみたい人はいる？はい。お、いるよ。はるか。誰？石原さとみさん。ね、石原さとみさんってすっごい演技力、表現がすごいじゃないですか。だからすごいなんか真似できるくらい表現力が良くなりたいなと思って、そのやってるところを見てみたいです。あ、じゃあ撮影現場とか行きたいってこと？そう。ハルゴンはさ、じゃあ石原さとみさんの出てるドラマとかで何が一番印象に残ってる？ナース青いっていう、知ってる？みんな見たことある？なんか病院のナースをやってる、うん、役なんだけど、すっごいうまかったよ。へ、見てたけど、全部見た、全部。じゃあ他には、じゃあ松雪は、ですね、私はチョコレート工場に行ってみたいです。で働いてる人に会ってみたいです。ああ、なんで？なんか本当になんかチャーリーとチョコレート工場ってあるじゃないですか。ああ、見たことないね。なんか本当にアイドルに作られてるのかなって。いや、それはないで、ね、聞いてみたいです。やってみたいですね、ちょっと。チョコレート工場の人以外には、あとは自衛隊でやってる人に会ってみたいです。基地とかにいる自衛隊さんはどういうこと、どういうお仕事してるのかなっていうのを見てみたい。あ、それ気になるかも。はい、なんかこうなんかさ、なんかジャングルとかでなんかこうやってダダダダダみたいなやってんのかなとかさ、ね、でもなんかうちらがそこに行ったらなんかもう死にそうになりそうじゃない？でも一回だけやってみたいよね。うん。菊地は世界一綺麗な人に会って食生活のこと聞きたい。それそれ。キクジお菓子ばっかりだもんね。そう、梅干しとか。ね、なんかね。え、キクジは普段何食べてるの？昆布とか。昆布。昆布。でもお菓子ばっかで、ご飯は？ご飯は好きなのは？キクジんちはすごいご飯が健康にいいんです。あ、そうなんだ。なんか15穀米？嘘、なんとか。普通の白い米、お米じゃなくて。なんか変ないっぱい大豆とかが入ってるご飯なんです。へ、すごいね。美味しいの？美味しい。本当に本当に美味しいの？美味しい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 、すごく美味しい。冷野菜より温野菜の方が体にいいんだよね。そうなの？そう、なんか冷たいのは体を冷やしちゃうけど、あったかいのだとなんかすごい体にいいんだって、この方が。あとレモンがいいんだよ。レモン酸っぱくて食べる。違う、レモンは蜂蜜漬け、わかる？あれにするとすっごい美味しい。あと、ね、作ってもらう。蜂蜜を1日ね、大さじ1杯食べると、肌が白くなるんだって。あー、カルゴ。だからね、今私も1日大さじ1杯ね食べてるの、蜂蜜とか。ハルゴもさ、ね、本当に本当に肌が白くなる。ヨーグルトに混ぜるとすっごい美味しい。じゃあ、なっちゃんはそういう、私はもう前からの夢でオカマバーに行ってみたいの。オカマバーって何？私わかんないんだけど。ほら、男の人なんだけど、ほら、女の人になってる人のバーに行きたいの。テレビでよくやってる。そう、ねんてけねんよーって言ってやったから。そう、なんか男の人だけど女の人だから、なんかズバズバ言ってくれそうだし、一緒にお買い物とかさ行ってみたくない？なんかさ、男の人から見たなんか女の人の憧れの自分になろうとしてるから、多分普通の女の人より多分絶対言葉遣いとかも女の子っぽいと思うの。だからもっとなんかもっとそういうのを見て、あ、もっとこうしようこうしようみたいに思いたいかな。でも勉強しよう。でも声が、声、でもあれ声って変えられるらしいよ。なんか思うの。ハルゴはね、ちょっとハスキーで言いたいもんね。うん、あ、ハスキーがいいんだ、逆に。うん、なんかいいかなって。まあそれも多分アイドルとしていないと思う、ハスキーな子。ハスキーでアイドルやってるっていうのがまずないよね。やろうと思うのがないもんね。逆にすごいよね。そうだね、逆にすごいね。他なんか意外と総理大臣とかにも会ってみたかったですよ。あー、なんか
なんか、なんか官房長官、官房長官ね、なんかね、私結構ね、チーム B だと官房長官って呼ばれてるかなみたいにね。なんで呼ばれてるようになったんだっけ。なんか何でも言ってくれる、ズバッと。雰囲気的にそう、官房長官の感じも。官房長官って実際何やってるか知ってる？知らない。あれみんな知らないの？知らない。え、みんな知らないの？なっちゃんはそういうの知らないけど。そんな官房長官知らないけど。いや、官房長官っていうのはきっと偉い人なんだよ。うん。中学2年生13歳のまゆゆこと渡辺まゆです。はい、私はお気に入りのこの猫の携帯入れです。すごい顔が可愛くて尻尾も可愛くて、中には携帯が入ってます。携帯にはキッコロとクマちゃんと今流行りのポクポンというお守りの人形がついてます。これは本番に強くなるようになるポクポンのお守りです。はい、でこれを毎日いつも持ちぶら下げて持ち歩いてます。でこれの同じ種類で筆箱もあるんですけど、それは学校に持って行って毎日使ってます。はい、じゃあこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。バイバイ。チーム B 最年少のラブさんこと太田愛香です。私の大好物が桃なんですけど、この間スーパーに行ったら桃のアイスが売ってたんですよ。それで買って、なんかアイスの中につぶつぶの桃が入っててすごく美味しかったです。他にもなんか桃のゼリーとかすごいハマってるんですけど、皆さんは何にハマってますか？はい、皆さんも桃とか食べてみてください。お願いします。みんなが幸せになるって、なるっぺこと井上なる、15歳の高校1年生です。はい、今日は私のお気に入りのものを紹介したいと思います。じゃん。まずはこちらは私がいつも愛用している櫛です。これで髪の毛をつけばみんな髪の毛がサラサラになります。はい、もう一つは、これはリップグロスなんですが、実はこれはパイナップルの味がするんです。はい、ということでこれも使うと、唇が、プルンプルンになります。はい、皆さんも使ってみてください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。はい、AKB48 唯一のメガネっ子、中谷こと中谷さやかです。はい、私は、10月15日生まれの、15歳の高校1年生です。はい、じゃあ今日はちょっとメガネについて、私のメガネについて語りたいと思います。はい、このメガネはですね、ここのピンクのフレームがちょっと重要になっていて、ここの下にはこのフレームがないんですけど、透明のゴムがこうついているのがポイントとなっています。はい、ここのピンクです。はい、で私の将来の夢は、いろいろなことに挑戦できるマルチな声優になることです。そんな私ですが、これからもよろしくお願いします。バイバイ。はい、皆さん、ジャンボです。はい、今日も、みんなのビタミン C で頑張ります。タナミンこと田辺美久です。はい、私の自己紹介をさせていただきたいなと思います。はい、私の趣味は妄想することです。はい、いつもメルヘンな妄想をしています。はい、特技はアニメ評論と、あと、漫画を描くことと、あとですね、瞬きをしないことです。はい、明日も明後日もし明後日も嬉しい、楽しい、タナミンしで頑張ります。よろしくお願いします。じゃあね。皆さんこんにちは。最初はグッサン、じゃんけん、チキ。はい、今買った人はアルミニウムが好きです。はい、グッサンこと中学校2年生の野口玲奈です。私の趣味は笑うことと風を感じることと季節を満喫することです。で、特技は聞き間違えることです。よく聞き間違えるのはアンコールっていうのを段ボールとかタンコブとか缶コーラに聞こえます。はい、それで好きな言葉は
あとは気合でカバーです。なんかそういう風に言うと落ち着きます。はい、これからも頑張るのでよろしくお願いします。バイバイ。皆さんこんにちは、ゆきりんこと柏木ゆきです。鹿児島県出身、16歳、血液型は B 型です。私の、自己紹介をしたいんですけど、好きな色はピンクで、いや皆さん知ってると思うんですけど、あと好きなポーズがあって、そのピースをここでするんじゃなくてここでやるんです。ここでやるとあのうさぎちゃんに見えてすごい可愛いので大好きです。あと私がよく劇場の公演で緊張した時とかに、あの緊張するんで公演前にハッピーマジックって私唱えるんです。ですると緊張しないで、しかも皆さんに幸せを分けられるかなと思って勝手に自分でやってます。なので皆さんもハッピーマジックってぜひ使ってみてください。あと最近私の誕生日があったんですけど、誕生日プレゼントに、熊谷ひとみさんからその鏡をもらって、すごいお気に入りで、こうやっていつもこうやって前髪をチェックしてるんですけど、なのでこれがすごいお気に入りです。はい、じゃあ皆さんまた劇場に来てください。待ってます。バイバイ。あなたのハートに明るい光を灯したい、はーちゃんこと高校2年生17歳の片山遥です。はい、私の最近のマイブームを紹介したいと思います。最近のマイブームはローソンでしか売っていない黒おしゃぶり昆布が自分の中ではすごいマイブームです。で、自分の私以外でもチーム B 全員がこのおしゃぶり昆布にハマっていて、これを持っているだけでチーム B の中では大人気になれます。はい、私の将来の夢は、女優も歌もバラエティでも活躍できるタレントさんになりたいと思っています。はい、そして次の公演、会いたかった公演では、ファーストステージ青春ガールズ公演で出せなかったセクシーなところ、かっこいいところを出せていけたらなと思っています。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。